小池のおばあさん、あれだね。小池印のステッカーの夜の店でコロナのクラスターが発生したね。小池のおばあさんの一番の政策が失敗だ。やってる間の小池と言われているけど、その通りだったね。中にはですね、実践もしせずにただ貼っつけておけばいいやみたいな事業者がいないとは限らない。そして現実に今回起こったわけです。中にはですね、実践もしせずにただ貼っつけておけばいいやみたいな事業者がいないとは限らない。そして現実に今回起こったわけです。小池のおばあさん、デタラメもいい加減にしろ。やってる間の小池、その通りだ。小池のおばあさん、すぐに都知事を辞めろ。いいね。